今から3000年前、巨大宇宙帆船グレートクイーン号で電磁姫が地球へ飛来した。その時から虹の石をめぐり、電磁マンとベーダーの戦いは繰り広げられている。電磁星の子孫を探し出したベーダー一族は、虹の石を奪うために怪人アンゴラーを送り込んできた。一方、ベーダーの動きを察知した電子戦隊は現場へ急行した。地球の平和と正義を守るため、力を合わせるレッド、ブルー、イエロー、グリーン、ピンク。テレビでおなじみの電子戦隊デンジマン。大画面の迫力満点、いよいよ映画館に颯爽登場。